はい、ポポロクロ質問物語2実況プレイパート33やっていきます。さあ、女神マイラとの、戦いの準備ということで、各地を回って仲間たちを集めていきたいと思います。で、前回なんだっけ、初めて行った場所、火の国って言ったかな、そこに行ったんだけども、まあ、そこでもイベントがあって、そこ攻略するみたいなこともしかして言ったような気もするんですけど、先にね、手堅く行こうかなと、思いました。ウグイス城下町を、思いまして、まあ、各所片っ端回っていこうかな。はい。まあ、仲間たちを集めたり、ガボの召喚魔法を集めたりっていうところですね。ちょっと待ってね。はい、行きましょう。寝起きで撮ってるんでね、声変だけど、気にしないでいただきたい。地上絵が光っています。ガボー、うわ、私の封印を解いたのがこのような保留とは。まあいいだろう。だがこの私に勝てる力は持っているかな。行くぞ。はい、というわけでカルラですね。ポポロクロス1ではかなり強力で、最難関のボスの一人ではあったんですけども、まあ、本作では、まあ、召喚獣たちの中ではそんなに大したことはない部類に入るかなと思います。さあ、とりあえずね、今持っている最大の火力の攻撃を打ちかましていきましょう。というわけで、白騎士はどれが高いかな。威力数値忘れるんだよね。ソードプレイもレベル3でしょ。ソードプレイムの威力が高い。いや、持ってる方になるな。ほら、え、ナルシア、ブルンバブン、
強すぎる。行きましょう。まあブルンバブンがいたら使わないかな。さあ次。パーセラ。あ、パーセラは行く必要なかった。いや、せっかくだから宿で一泊しよう。ついにあれだな、お土産とかも買っておきたいな。しばらくやってないもんな、お土産ですね。どっかじゃなかったっけか。よしよしよし。ではお城の方に向かいましょう。2階のどっかあった、ほら。カーボー
モノケロス。え？名前モノケロス。タブー。そう、行くよ。口数少ないな。戦い方そのまま行こう。あいたった。まあ、こいつは特別特技とかもないんでね。でこいつの能力は回復ですね。多分回復はナルシアのターンで間に合うでしょう。まあ、その前に戦闘終わる可能性もあるけど。お、間に合わなかった。いや、じゃあ、いや、攻める。よし。強いね。必要な力。読む。行くから。よし。で、ここで仲間を一人回収していきましょうか。どっちだっけな。あ、せっかくなんで。ジルバ。あ、はい。ずいぶん様になってきましたね。この訓練はここまでにしましょう。え、それじゃこれで終わりですか、お母様。いえ、次のステップに移りますよ。
かりました。イエトロ、キャー、会いに来てくれたの？また力を貸してほしくて。そう、行くのね、あいつを倒しに。行くわ、もちろんよ。行けません。ピエトロ王子、ジルバは見ての通りまだまだ至らない子です。今あなたたちと共に行ってもお役に立つどころか足手まといになってしまうでしょう。大変申し訳ないのですが、今は諦めていただけますか？そんな、お母様。さあジルバ、今度はこれですよ。もう、てか。お母様の。バカー。いや、それでもあって、動けるだけすごいんだけどね。さあ、ジルバを追おう。あ、どこに行ったかな。そんなに遠くなわけじゃない。あ、ジルバのに傷が。だいぶ動けてるんじゃん。どうしたのかしら。体が思うように動かないわ。これが魔王の呪いなのね。何が呪いなのですか。何かって、そりゃジルバ。訓練に戻りますよ。さあ、いらっしゃい。いやよ、お母様の言うことでもこれだけは嫌。私はピエトロと一緒に行くの。分かって、お母様。ジルバ。お母様。もちろんダメです。さあ、いらっしゃい。だからよくそんなバカでかい本乗っけて歩けるな。歩けてるのでまず一回びっくり。それをぶつけずに歩いてるのもまたびっくり。
さあ次は一体どこへ。この城さ、結構道回りにいんだよね。魔王なのですか？ジルバ。はい。いらっしゃい。いや。いや。あ、なんかだんだん動き方がね、だいぶギア上がってきてんだけど、だんだんこうやってお母さんから逃げ回ってるうちに彼女成長していっている気がする。この短時間で。止まりした。ピエトロ。はや常人の域を超えた。いや、それは最初から超えてるか。なんだかんだ仕上がってきてんじゃないの？
こっちのものよ。さあピエトロ、私たちの愛の逃避行へレッツゴー。そうはいきませんよ。お母様、どうして？あなたのことはすべてお見通しです。私はあなたの母親なのですよ。いくらお母様の言うことでも、これだけは聞けないわ。私はピエトロたちと一緒に行きます。そうですか、わかりました。もう良い頃ですね。ジルバ、頭の方を取りなさい。え、うん、頭、うわー、いつの間に。いや、最初から上がってたからね。ではそこで飛んでごらんなさい。完全に本を、あのでかい本と一体化していた。やっほー！うわー！な、なにこれ。まあ、こんなものでしょう。良いですか、ジルバ。あなたは本を乗せて逃げ回ることで知らぬうち体が鍛えられていたのです。あんた亀仙人かよ。それだけではありません。本を落とさないように動けることは姿勢が完成したということ。それじゃあお母様はわざと。舞踏も舞踏も基本は姿勢にあります。あなたは見事それを自分のものにしたのですよ。これならばこれからの戦いで遅れを取ることはないでしょう。お母様はそんなに私のことを。お母様。さあジルバ、旅立つあなたに私が昔使っていた品をあげましょう。いらっしゃい。お母様、はい。ピエトロ、後で必ず行くから、必ずポポロクロイス城に行くから、絶対迎えに来てね。もちろん。ジルバーも攻撃も回復とかも全てにおいてね、優秀なキャラクターですから、絶対迎えに行きましょう。はい、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきます。次回も引き続き、この世界中を回って、お土産の回収、召喚獣の回収、そして、仲間たちのことを迎えに行きたいと思います。はい、はいと、ではポロクロイス物語2実況プレイのパート33、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。